どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はイカスカバーってどうやるの、カバー速度を上げるための4つの方法となります。トライストリンガーのいいところはカバーの速さにあるなと思いますが、カバーが間に合わないってこと多いですよね。そもそもスピナーのように射撃時間が長いわけではないですから、単純にカバーといっても難しいなとよく思います。そこで今回はカバーの速度を上げるために押さえておきたいことをいくつか紹介したいなと思います。もちろん視野の広さなども必要かと思いますが、押さえておくだけで視野は広がるかなと正直思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。先にカバーに関してですが、押さえておきたいことがあります。それは味方に合わせるのが一番難しいっていうことです。そもそもカバーができるということは味方の行動に合わせて動きを変えられるっていうことですからね。意思疎通の部分ですが、初見の人と合わせるのって非常に難しいことです。ずっと一緒にチームを組んでいたとか通話しているとかでない限りは、初見の味方に合わせるっていうことは難しいですね。その上でガチマッチでは初見の味方をカバーできるのかが重要になります。このあたりは根気が必要になりそうなところですね。ですが、こういった中でも合わせやすい味方がいたりすることがあると思います。これに関しては自分との経験と知識が近い味方だからというのが言えます。経験と知識が近いということは思考が一緒になりますので、動きの予測がしやすくなります。こうなってくるとカバーのタイミングがつかみやすくなるんですよね。上級者が初見で合わせるのもこのためです。このように単純にカバーしましょうと言っても、そもそも合わせれないということを前提に理解していないといけないと思います。その上でカバーの速度を上げる方法を今回は話していければと思います。まず一つ目は見る割合を変えるということです。これは単純に味方と敵の見る割合ですね。このあたりは人によって違うのかなと思いますが、だいたい敵8、味方2ぐらいの割合かなと思います。理由としてですが、トライストリンガーは視野が広くなるため敵を見やすい環境にあります。そのためこのような割合になるのかなと自然と思いますね。正直これが普通なのかなとも思います。敵に牽制していたらその位置に味方が近づいて対面を始めたみたいな視界の使い方になると思います。ですが、この視界の使い方だとカバーにはなりません。たまたま見ていたところに味方が来ただけという形になります。そのため、味方のカバーとなると、自分が見ている方角以外の味方を把握する必要があります。右だけをずっと見ていたら、反対側にいる味方も一度チェック入れるような感じです。できれば5対5にしたいですね。ですが、それは難しいと思いますので、まずは味方がどこにいるのか気にかけることからしていくとかいいかと思います。気にかけてるのかどうかで全然違いますからね。ちなみにですが、通話でカバーが速くなるっていう方もいると思います。こういった方は視界ではなく耳で情報を共有しているからカバーが速くなるわけです。なんとなくやられたって言った時に見ますよね。画面を動かすと思います。それが視界の使い方と耳の使い方になってくるわけです。まあ、誰かと通話プレイしてカバーがめちゃくちゃ速いっていうようであれば、視界の使い方によっては普段からカバーが速くなる可能性というのは十分あると思います。まあ、ちょっと細かいところですけどね、そういうところなんですが、どんな目の使い方をしているのか一度メモリープレイヤーなどを確認してみましょう。このあたりが見れるようになると、画面上のイカランプも見れるようになって、スペシャルも合わせれるようになってきます。味方何してるのかなって様子を見るのを大事になってきますね。二つ目は、ポジションのいいところを取るです。これは物理的に視野を広げて攻撃を通すためとなります。味方を見る割合を増やそうという話をしましたが、そもそも物理的に視界を広げなければ確認は難しくなります。壁越しで味方の位置が分かったとしても攻撃が届かなければカバーはできませんからね。効率よくカバーをするのであれば視界をしっかり確保できる高所のポジションを奪って味方の位置をはっきりと確認しましょう。
入路しながらの視点であれば射程ももちろん活かせますし、何より前線に上がっている味方の様子が簡単に確認ができます。これであとは戦っている味方に合わせて自分が横槍を入れるという感じにすれば容易にカバーができるというわけです。ただポジションを取っている時っていうのは相手にも狙われやすくなりますので、周りを定期的に見るっていうことはするようにしましょう。3つ目は一緒に戦うということです。カバーに関してですが、ポジションが取れたとしても難しい場面っていうものは必ずあります。そもそもカバー意識が低い場合、味方をしっかり見ろというのは正直難しすぎると思ってます。そのため手っ取り早くカバー速度を上げるのであれば、一緒に戦うことだけを意識するっていうのが一番です。一緒に戦うことを意識してしまえば強制的に味方を中心に見ていきますからね。また立ち位置的にも後方支援となるため、味方をそれなりに見てても安全ではあると思います。もちろん味方が前にいる必要はありますが、視界に入った味方と片っ端から一緒に戦うようにしていくといいですね。上手くなってくれば可能ですが、武器に合わせて味方を選ぶっていうのももちろんありです。なんですが、そもそも見分けがつけにくいっていうのがありますので、カバーが遅れる原因となります。慣れないうちはとにかく誰かと一緒に戦うという意識で攻撃を仕掛けていきましょう。4つ目はスペシャルを多用するということです。トラストのスペアはメガホンなどで使うだけでカバーが容易になります。そもそもメガホン自体は複数のロックオンができるので、味方が前にいるのに合わせて使用するだけでカバーができます。この場合カバーをして回るというよりも味方にカバーされるという考えの方がいいかもですね。攻撃の起点として先にメガホンを仕掛けるわけです。それに対して味方が動き、さらに自分も追い打ちをするという感じになります。これにより自分はメガホンで索敵ができますし、味方との連携もメガホンとメインの2つで行うことが可能となります。単純にメガホン自体が追跡力もありますからね、回数が多くなるのはいいことだと思います。ただ味方が自分より後ろの場合はそもそもカバーとしての使い方ができませんので、味方が前にいるかは確認しましょう。メガホン慣れしている味方ならそれに合わせて押し込みをしたりということもしていますので、とても重要な行動になってきます。ということでカバー意識を上げる方法は以上となります。単純な行動ですが意外と難しいですよね。個人的には3つ目の一緒に戦うことを意識すると自然と味方を見れていいのかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。味方を生かすカバーってどうやるの？カバー速度を上げるための4つの方法はいかがでしたでしょうか？カバーに関しては位置角が難しいトラストにとってはかなり大事なことかなと思います。味方の生存をさせつつしっかりキルも取るとなると、カバーの速度はかなり重要になってくると思いますね。今回4つほど紹介しましたが、一気に4つのことをするのではなく1つずつこなしていくことが大事かなと思いますので、どれからか試してみるといいかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。